北海道百名山は、審判北海道百名山で選定されている、北海道の名山百選である。1993年に、初版、北海道百名山が刊行されていたが、審判で8座の入れ替えが行われた。また、北海道新聞社による、北海道の百名山もあり、審判北海道百名山と82座が重複する。 北海道への入植の歴史は浅く、山岳主源の対象とはされてこなかったが、アイヌ人により神聖な山は、モイワやカムイなどの名称で呼ばれてきた。また、ヌプリやシリは、アイヌ語で高い山の意味を持つ。寒冷地にあるため、北海道の山は2000メートル級であっても、本州の中部山岳の3000メートル級の山々の気象条件に近く、 高山的な様相の山が多く見られる。レブン島やネムロ半島は例外としておよそ標高1500メートル付近が森林限界となっており、本州中部山岳よりおおむね1000メートル低い。植物省は大半が本州や四国の阿光山帯にあたる新葉樹林帯に属し、江戸松、とど松及び岳け看板などからなり、標高1000メートルあたりからは、 ハイマツなども見られる。新葉樹と紅葉樹の混合林もよく発達している。ブナのような落葉紅葉樹林は、お島半島に限られる。2000メートルを超える山は、石狩山地に集中し、講義の大雪山に相当し、北海道の屋根とも呼ばれ、日高山脈ではポロシリだけのみ2000メートルを超える。活火山は、知床、阿寒、石狩山地、四国東野、及び、 お島半島に分布し、日高山脈の生因は、作り山運動による。活火山が多いため、豊富な温泉群に恵まれる。深田久屋の日本百名山は旧座を数える。以下の八座は、旧半の北海道百名山に選定されていたが、審判で差し替えられた山々である。標高が低い、あるいは主となる百名山に選定された山から、至近距離にあるものが、 差し替えの対象となった。差し替えにより、審判に新たに加えられたのは、白雲山、西別岳、スケホロ岳、1967法、イドンナップ岳、恋隠しさずない岳、ピンネシリ、黒松ない岳である。ありがとうございます。